皆さんこんにちは。まちむすめ妄想委員会です。さて、本日のまちむすめ妄想委員会は、まちむすめ妄想委員会が選ぶ何かとすごすぎな昭和30年代の東映時代劇ベスト3をお送りします。昭和30年代といえば、 東映のチャンバラ時代劇の黄金時代です。片岡千恵蔵、市川歌右衛門、さらには中村金之助、安住ま之助、大川橋像、など,などなどなど、スターが勢ぞろいして、みんながみんな主役を張っていた時代です。その中において、町娘妄想委員会が選ぶ、凄す,すぎな作品を3つ、お伝えしていきます。お楽しみに 何かと凄す,すぎな昭和30年代の東映時代劇。第3位オールスター出演者が凄す,すぎ !1961 年公開アコーローシです !1961 年のアコーローシは、 役者陣も当時の時代劇スターをこれでもかというぐらい出演させたオールスターの時代劇です。まあいわゆる中心裏のお話になるんですけれどもスターさんも数はすごいんですけれどもエキストラの数も半端ないオープンセットでの群衆シーンはもちろんスケールの大きな大名行列。 当時は CG とかなかったので、全部リアルの人間が歩いています。圧巻です。へぇさらにさらに、スタジオセットもめちゃくちゃ豪華。松の廊下はもちろんのこと、江戸城の中も隅々まで見ると、美術さんめっちゃ頑張ってんだっていうような作りになっています。もうね、ずっとお祭りのような華やかな 映画になっていますちなみに私の大好きな松方弘樹氏もですね大石力つまり大石蔵之介の息子役で出演しています当時19歳初めての時代劇だったとかそして松方弘樹のお父さんである近衛重四郎も登場しますよ主役を張るスターさんがこれでもかとひっきりなしに登場する映画です オールスター出演者が凄す,すぎ何かと凄す,すぎな昭和30年代の東映時代劇。第2位衣装買いは13回衣装が豪華すぎ !1958 年公開旗本退屈男です 旗本退屈男といえば主役は市川歌右衛門北大路金谷さんのお父さんですこの作品は主役を演じる市川歌門が映画出演300本記念ということで作られた作品なのでスターも勢揃いしています中でも主役の旗本退屈男を演じる市川歌門が始終一貫して派手な衣装を特化へ引っ シーンごとにお着替えしていますお話は仙台藩伊達家のお家騒動です。ということで旗本退屈男は仙台に行ってるんですよね。江戸から仙台ってまあまあ遠いんですけどもその豪華な衣装をまあ全部持ってってるんでしょうね。こちら。 近代映画によりますとこの豪華な衣装が1着15万円もしたそうなんですよこの衣装も結構派手ですよね当時1960年の大卒の初任給は1万3000円15万円というと約1年分そんな着物を一つの映画で10着以上着ちゃってるんですからそりゃあ 凄す,すぎです。何かと凄す,すぎな昭和30年代の東映時代劇第1位。一人七役って凄す,すぎ ?1963 年公開武士道残酷物語です。この 武士道残酷物語というのは、飯倉家というお家のお話です。そのおうちの代々遡って、江戸時代の初期から1960年代の当時に至るまで、何代にも渡って主君に忠義を尽くすがゆえに、ひどい仕打ちに遭い続けてしまうという当主のお話になっています。その当主が日記を残していまして、 その当主の七つのオムニバスの物語になるんですけれども、その主役を全部一人の役者が演じています。その役者が中村金之助です。へうわへ,へ<ー>とにかく中村金之助がですね、すごいんですよ。老人からやさ男、初老の武士から快活な若者。 特攻単位に現代のサラリーマンなどなどなど見た目も性格も全く違う人を一人七役演じきっていますお話と内容としてはタイトル通り残酷なんですけどねこの作品は第13回ベルリン国際映画祭キンクマ賞を受賞しています この作品の後で日本映画が受賞したのは、千と千尋の神隠しなので、だいぶ開いてますね。中村金之助、本当に凄す,すぎます。とんでもないです。というわけで、今回は、町娘妄想委員会が選ぶ、何かと凄す,すぎ 昭和30年代の東映時代劇ベスト3をお送りしました。どれか一つでもぜひチェックしてみてくださいね。今回もご視聴いただきありがとうございました。ではまた